2024年6月の給料から一人当たり所得税3万円、住民税1万円分を払わなくていいですよっていうのが今回の定額減税だ。所得税、住民税を払っている人が対象です。例えば、40代の会社員の場合、令和6年5月は所得税6000円、住民税1万2000円を払っていたけど、6月は所得税も住民税も払わなくて OK。所得税は3万円分に達するまで減税されるから、所得税6000円のこの人は5ヶ月分、令和6年10月まで所得税は払わなくて OK。住民税は1万円分減税されます。あれ？でもこの人、住民税1万2000円で、減税1万円分を超えてるから、2000円は住民税払わないといけないんじゃない？いい質問だね。大丈夫。減税1万円分を超えた分は、翌月の7月から翌年5月までの11ヶ月に均等に割り振られます。この人の場合は、減税後の住民税2000円が7月以降の従来の住民税に上乗せされるんだ。2000÷11 だから181円が上乗せされてるのがわかるよね。僕みたいに単身者で給料が額面で30万くらいの人は、この図と同じような減税額、減税パターンになるかと思います。この定額減税、4人家族の場合はどうなるか。所得税は1人当たり3万円、住民税は1人当たり1万円減税されるから、所得税12万円、住民税4万円、合計16万円が減税されます。この人の場合、毎月の所得税が3000円ですが、令和6年の6月から所得税が12万円分に達するまで払わなくて OK。 これが令和6年の12月まで続きます。あれ、毎月3000円がゼロになるのは嬉しいんだけど、12万円分の減税使い切れてないよね。怒らないで聞いて、落ち着いて。令和6年12月までに減税しきれなかった所得税分は給付金として支給されます。この人の場合は9万9000円が減税しきれなかった分なので、9万9000円が支給されると思いきや、嬉しいことに切り上げ給付で10万円支給されます。この給付金の支給時期は市町村によって異なるものの、令和6年の8月か9月と言われてます。自分でも調べてみてね。この人の場合、4人家族だから住民税は4万円分減税されます。毎月の住民税は7000円ですが、令和6年6月は払わなくて OK。 残りの減税分3万3000円分は7月から翌年5月までの11ヶ月に均等に割り振られて減税されます。3万3000÷11 だから3000円、従来の住民税7000円が3000円減税されて4000円になっているのがわかりますよね。これが今回の定額減税。わかりやすくポイントをまとめると、1、所得税住民税を払っている人が対象だ。2、1人当たり所得税3万円、住民税1万円、計4万円が減税されます。3、所得税は上限に達するまで毎月減税されます。令和6年12月までに減税しきれなかった分は給付金として9月頃に支給されます。4、住民税は令和6年6月分は徴収なし、ゼロで、7月以降は減税の影響を受けた額を納めることになります。基本的に従来の住民税が1万円を超えている人は、7月以降の住民税が従来より増えます。1万円未満の人は減ります。具体的に自分がいくら減税されるのか、給料がいくら増えるのか知りたいっていう人は、令和6年5月にもらった給料明細書に書かれている所得税住民税を確認して計算してみてください。僕の場合、所得税6420円、住民税1万600円なので、6月の給料は従来より1万7020円多くなるってこと。所得税は減税上限の3万円に達するまで毎月引かれ続けるので、9月まで所得税はゼロ、10月に4320円減税されて所得税の減税は終了だ。住民税は従来1万600円だから、7月以降の住民税は1万654円になると思います。こうやって意外と簡単に計算できますので、みんなも5月の給料明細書握りしめてやってみてね。西中でした。